嫌な上司をぶっ潰す。はい。今日はね、嫌な上司シリーズをやろうかなと思っております。ちょっと見えへんな。これか。こんな上司は嫌だ。よく言いますよね。どっこの会社でもいると思うんですよ。勘違い上司にね、アンポンタン上司にね、いろいろいると思うんですよ。で、私が出会った上司。ね。30年も40年も会社勤めしてるとね、いろんな嫌な奴に出会うもんですわ。その中で、いろいろ言いましたけど、こんな上司は嫌だというのを、いくつかピックアップしてきました。では早速やっていきます。俺が飯を食わしていると勘違いしているやつ、いるんですよ。お前、誰のおかげで飯食うてんだい？誰が飯食わしてると思いしとるんかい？こんな奴がいるんですわ。お前が社員を雇って、給料払ってるわけじゃないだろうと。会社という看板があって、そこに、お客さんが、ね、荷物を受注したり、ね、商品を受注したり、ね、いろいろ、そんなことがあって、会社という後ろ盾があって、たまたまその中の一人にお前がいただけだと思うんですよね。それをね、俺が会社を動かしてるんだみたいな。俺がお前の給料払ってるんだみたいな奴がいるんですわ。とんでもねえ奴がいます。はい。死ねばいいのに。社長にペコペコする。いた会社にね、社長がね、向こうにいるんですよ。向こうにいるのにね、喋ってるじゃないですか。こうやって、ね、喋ってて、チラッと社長が見えたら、社長バカじゃねえの？部下を顎で使うやつ、いるんですよ。何でもかんでも自分の、なんて言うんですか、家政婦だとか下働きのそんな、ほんとね、奴隷のようにね、扱うやつがいるんですよ。例えばですね、お前、あれ取ってこい。これやっちょけ。あれをやれ。これをやれと。もうね、顎で使う。ほんと。よくね、顎で使われるやつはね、例えば忘年会だとかね、お酒の席で多かったですよね。昔、今はどうか知りませんけれどもね、昔はね、よくありましたよ。おい、ビール持ってこい。おい、焼肉10本頼んじゃけ。そうとかね、おい、カラオケ、お前歌えと。お前が歌えばいいじゃねえかと思いましたけれども。はい。よくね、なんて言うんですか？自分が一番偉くなったようなね、神様とかね、王様とか、その辺にね、社長になったような気分でね、お前あれやれって、これやれ、みたいな。ねえ。で、大概顎で使われるものも、顎で使われるやつもやつですけども。結局は顎で使うやつが、バカじゃねえのかと。フィリピン女性にハマっている。いるんですわ。こういうやつはね、大概ね、日本の女性に相手にされませんから。もう悪いけど、フィリピンの女性、綺麗な、私もね、嫌いじゃないけどね、フィリピン。フィリピンの女性嫌いじゃないけどね、昔ですわ、ほんとね、20年ぐらい昔ですわ。はい。ほんとね、フィリピンにハマってね、私はね、バカを相手にしませんでしたけれども、週末になっちゃね、フィリピン行こうとね、後輩たちをね、誘って行くんですよ。で、まあ、フィリピンのね、女が、何人かいるじゃないですか。その中でもう自分が社長になったみたいな、こんなんで。もうね、アホやないかと思いましたわ。はい。事実、アホでした。まあ、その女に貢ぐだけで、社長さん、さよならーって、帰っちゃいましたけどね。はい。死ねばいいのに。ブランド品の価値を知らない。で、そういう男ってね、なんて言うんですかね。英格好師なので、英格好師ってわかりますかね。なんて言うんかね。自分の中身はボロボロなのに、まあ、ブランドとかなんかね、そういう服とか、なんとかでね、着飾るんですわ。で、バッグもね、ルイ・ヴィトンかなんか知りませんけどね、そんな安いカバンね。まあ、ルイ・ヴィトンかシャネルかなんか知りませんけど、まあ、そのブランドの中の一番安いやつをね、安いやつですよ。所詮は運転手です。はい。所詮は運転手なんですよ。なのでね、そんな高級なもん、持てないじゃないですか。で、いかにも、一番そのブランドの一番安いやつをつけて、これは、ヴィトンのなんとかがどうだこうだってね、説明するけど、誰も聞いてないです。で、ね、ブランド品を見せつけるやつというのは、ほんと価値がわからない。ね。値段が高いからいいもの。ね、ブランド品だからいいものと、なんかね、決めつけてるんですよね。そんなあんた、1980円でも、バッグありまっせー。女のモテると自慢はしているが、実は金だった。まあ、要するにですね、自分は女のモテると、自慢げに話してるわけですけれども、まあ結局はね、そういうね、ブランドとかなんかね、ちょっと大盤振る舞い。まあ飲み屋に行ってですよ。飲み屋の姉ちゃんにチップをね、ファッと渡すわけですよ。ね。で、モテると勘違いしている。そんなモテるわけないじゃないですか。要するに、小遣いをこうね、はっと渡すから。モテるような感じがすると。それを、実に自分はモテていたんだと。まあ、勘違いしてる奴が、いましたね。めでたい男よの。じゃん。部下には厳しく、自分には甘い。いるでしょ？もう部下にはね、厳しい、なんかノルマをね、課せたりとか、まあいろいろ厳しいことを言うわけですよ。でも実際あなたがそういうことをできたんですかと聞いたら、いや、俺はできんかったけど、お前らはできる。お前らはやらねえと。そういうね、バカな奴がいましたよ。はい。まあ私、間接的に聞いたんですけどもね。それね、頭にきましたね。本当に。ねえ、自分が現役ドライバーの、時には、できもしなかったことを、部下にはね、そうしろ、ああしろと。まあ、例えばですね、高速道路でも、まあ、全線乗ったらね、全線分のお金ですけども、時間がある時には、途中で降りて、ベタ道を張っていきようとか、そうだか今でさえ430と、ね、4時間で30分休憩、8時間の休憩、連続だったら8時間、分割だったら10時間だとか、そういうのがありますけれども。で、当の本人が、現役の時には、その半分ぐらいしかできてませんでしたからね。で、今度自分がちょっと偉くなったら、まあ、ほとんど 100% に近いぐらいやれよ、みたいな感じで。はい。ほんとバカですね。で、俺はできんかったけど、お前らはやれと言ったらしいですからね。はい。ほんと、バカにつける薬はないな。だから奥さんに逃げられる。まあ、こういう勝手な男だからね、まあ、しまいね、奥さん、ね、まあ、愛想使いしたんですよね。逃げちゃいましたけども。はい。まあ、奥さんが逃げてからおかしくなったのか、奥さんの方が、いや、こいつはおかしいなと思って、早めに見捨てたのかどうかわかりませんけれどもね。まあ、後々、離婚されましたけどね。はい。だからあなたは奥さんに逃げられるんだよと。その奥さんを俺は夜探しに行ってやったんだぞと。はい。言いますよ、ここで。まあ、誰とは言いませんけどね。探しに来ましたからね、私ね。はい。定年後も会社に来て自慢話をする。こんな男ですよ。もう会社にいるときね、もうみんなの嫌われ者ですよ。こいつね、ある日、病気になったんですよ。何の病気かわかりませんけどね。頭の、いや、内臓がどっかね、悪くなったんですわ。で、ね、1週間ぐらいね、入院したんですよ。で、そこで、まあ、みんなが、あ、喜んでいたと。もうこいつは二度と会社に帰ってこないだろうと。もう五輪中かなと。みんな喜んでたんですわ。はい。まあ、そんなやつですよ。そんなやつなのに、まあ、そういう嫌われ者ですわ。なのに、定年後も会社に来て、また、何の自慢話か知りませんよ。なんかね、会社に来てからわーわーやってたと。言ったのをね、聞いたことありますけれども。はい。だから、自分の立場がよく分かってないですよね。自分はなんかね、すごくいい人で、すごく慕われて、会社に行ってもみんなが、あー、なんとかさん、元気ですかみたいな感じで、歓迎されると思ったんでしょうかね。まあ、何人かはね、世当たりが上手な奴らばっかりなので、まあね、来てもあからさまに嫌な顔をしないで、まあ適当にあしらったというのを聞いたことがありますが、まあ、めでてえ男よの。はい。そして友達が誰もいなくなったと。で、友達が減っても気づかないと本人は。こういったところですね。私もね、ほんと若い頃から知ってるんですけどもね、ほんと、昔はね、ほんとね、仲間がね、多かったですわ。で、この人がね、何かでね、入院したんですわ。まあ若い頃、入院した時に、まあ、美容室に入れ替わり、立ち替わり、まあ友達がね、どうかお前、元気かみたいな感じでね、もうひっきりなしに来るんですわ。それほどの、まあね、そういう人だったんですわ。ね。でもまあ、なんですかね。ちょっと会社で偉くなると、どっか何かがおかしくなるんでしょうね。で、だんだん友達が離れていくと。で、昔一緒に飲みに行ってたような友達も、本当、まあ、あいつは人が変わった。あいつ街の飲み屋で見たら、ぶん殴ってやると。言った人がね、多い方ですね。多分こいつ、そのうち刺されるんじゃないのかなと、本当、思いましたけれどもね。まあ、その友達もね、まあ、そんな、バカをするような人ではないので、まあ、あれですけどね。まあそんな人間になっちゃいけないなと。そんな上司というか、そんな人間になってはいけませんね。要するに、その、器ね。よく器じゃないと言いますが、まさにそうですよ。こういう、まあね、入れ物が、器があるとする。ね。で、能力は、ある人は、器がね、大きいんですよ。で、いくらついでもね、こぼれないと。でもね、器がほんと器が小さい人は、ね、ついたら、もうだだこぼれる。ね、そんだけの容量はないんですよ。そういう人を、会社のポストに、なんかのポストにつけてはいけませんということですよ。はい。本当そういうやつがね、私の見てきた中には多い方ですね。あなたの周りにもいるでしょう。この中の一つや二つ当てはまるような上司いると思いますよ。それでは、今日はこの辺で。では、また次の動画でお会いしましょう。